なんだそりゃ。あの時から俺は、世の中の悪は一向に消える気配はない。これは俺がヒーローを始める前と変化ないことだ。あ？なんだそりゃ。今ではワンパンで片付く。一身上の都合によりお前らをぶっ潰すわ。今夜は卵かけご飯だな。あ？なんだそりゃ。なかなかの崩壊っぷりだな。あのさ、お前らどうしたいんだ？ドフラミンゴか！もしもし！俺はモンキー・ディ・ルフィ！海賊王になる男だ！すまん！いや、勢いでぶつかっただけで。いいね。ゴールド・ロジャー、やっぱ海賊はこうでなくちゃ。だから俺は海に出たんだ。すごいな、お前。人の話を聞かないやつだな。変わってんな、お前。使ってねえよ。ワンピースを手に入れて、俺は海賊王になる！この野郎！これが本当の蚊取り線香、なんつってな。いやいやいや、ぶっ飛ばしに来たんだ！教えてやってもいい。ゴムゴムの。おい、お前、俺の仲間に手出して覚悟できてんだろうな。ああ、昨日から帰ってないな。やっぱり行くか。ワンピースを手に入れて、俺は海賊王になる。俺は趣味でヒーローをやってるもんだ。お前、ヒーローってなんだか分かってんのか？肉があるだろ？俺たちは海賊だぞ！ヒーローは大好きだけど、なるのは嫌だ！ヒーロー試験にしちゃ簡単すぎるよな。お前を超える！俺は強くなりすぎた。知名度が低い。この海を一人で生きてる奴なんているわけねえだろ！ゲンガ・ファンガ・ガトリング！そうだよ。それはこっちも同じだ。地底人。最強なんて勝手にやってろ。これ以上俺の仲間に手出すな。おい、お前、ヒーローは肉を人に分け与えるやつのことだ。俺は当たり前のことを言っただけだ。そんなの俺が知るか。ヒーロー？俺は肉を食いたい！届けをやら！エレファントか！ゲットフォー！
俺は桃源団の仲間じゃねえよ。ゾロ十郎、背中は任せたでござる。おお、いいか、こいつら片付けたらその魂見せてみろよ。